どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレの中の週1回のコンテンツ、ガズギターの第2回の講座がやってまいりました。皆さんよろしくお願いします。今もちょっと言いましたけど、本来このね YouTube チャンネルガズレレ YouTube っていうのはウクレレのレッスン動画とか課題曲こうみんなでこうバーってやってるというような感じなんですけど、まあギターもちょっとやってみたいという声がすごい高まったので、ちょっとシリーズでね毎週日曜日に、ちょっとやってみようかということで、今日はそのね2回目なんですけど、はい、前回まだ見てないよというか再生リストあります。概要欄とここにちょっとねリンク貼っておくんで、第1回目のやつを見てもらってからまあこれ見に来てください、ね、今日2回目になってますからね。で前回のおさらいをしつつちょっと進めていこうかなというふうに思います。今日の一応予定というか今日のねレッスン内容はですね、まず前回、基本のコード4つっていうのを覚えたんですよ。3つと1個、4つ覚えたんですけれども、今日はですね、ウクレレでガズレレでやってる方はおなじみの、このガズレレ必須コードという、ウクレレではね、この10個覚えてね、どうしても覚えてほしいっていつも言ってるものがあるんですけど、それにあたるガズギター必須コードというものを、ちょっと今日はやっていこうかなというふうに思います。その前にですね、ちょっと前回チューニングのご案内したの覚えてますかね。やっぱりウクレレとギターってチューニング全然違うって話をしたんですけど、その時に覚えてますか？ 6 弦から言ってきますよ。E、A、D、はい。次3弦が G、B、1弦が E ということで、こんなようなアルファベットの並べになってるんですね。ほんで、ウクレレの時はですね、これを、ウクレレって4弦から G、C、E、A で、G ちゃん、イエイっていう言葉をガズが開発したんですけど、こういう覚え言葉ないかなと思っていたところ、前回のガズギターの動画のチャンネルのコメントのところに、この覚え言葉皆さんね、いろいろ教えてくれて、例えばね、面白いのがありました。なんだっけな、家で地ビールだって、いいこと考えるなということで、それもね、家で地ビールもすごく覚えやすい言葉だなと思ったんです。こういう言葉を覚えておくと、6弦からね、チューニングするときにアルファベットの順番忘れないじゃないですか。で、だけどこれ、もうすでにあるものっていうのはちょっと嫌だなと思ってね、僕そういうへそ曲がりなところありますね。ガズレレならではの覚え言葉をなんと、今日は皆さんに、ぜひシェアしたいと思いまして、考えました、私。はい。こういう順番ですからね、アルファベット。いいですか？今から言ってきますよ。はい。イエーイ！動画で勉強です。すごいでしょ？まさにこのガズギターならではの動画でみんな勉強してるわけですから。そうするともう一回いくよ。イエーイ！これはなんとなくね、テンション上げていこうぜってこと。イとエ、イエーイですからね。動画のドで、ガのジ、動画で、でいらないね。動画勉強だな。勉強はこれ、勉強。ちょっとここ無理がある。勉強。でもビールもビールでビーですからね。ここも同じですね。はい。もう一回おさらいでいきますよ。イエーイ、動画、勉強。こうやって覚えていきましょう。イエーイ、動画勉強です。はい。こうやってチューニングを覚えるのがいいんじゃないかと思って今回提案させていただきます。皆さん、チューニングの際にはね、イエーイ、動画勉強。これを、この言葉を覚えておけば、6弦から、E、A、D、G、B、E と覚えられるぞ。これチューニングできるぞということでご活用ください。はい。いいですね。こういうの大好きです。じゃあ今日のね、コンテンツの方に早速入っていきましょう。という前に、ちょっと前回のおさらいをしていこうと思うんですけど、前回覚えたコード、覚えてますか？これですよ。これ。はい。で、まず、2本指シリーズっていうのがね、はい。ガズギターでは指2本で弾けますよというのをファーストステップにしてました。はい。じゃあ見ていきましょう。C はここですね。はい。いい響き。はい。で、この時に可能であれば、このね、6弦の音が鳴らない方がいいんですよね。最初は気にしなくてもいいんですけど、慣れてきたら、この、ここの指を上にピッと当てて、こういう音をね、4弦の音潰すか、あるいはもう1個あります。親指をですね、クッとここに触れて音を出さないようにするっていう手もあります。これ音出てないんですよ、6弦。ほらね。はい。どっちでもいいんで、慣れてきたら6弦の音をなんかうまいことこう触って、わざとくすぐらせてと、出ないようにするっていうのを覚えておいてください。でもちょっと難しいなと思った方、もう全然気にせずに6弦から全部弾いちゃってもいいですよ。はい。押さえる場所はこことここですね。覚えてるかな。はい。これ、復習ですからね。はい。じゃあその次に出てくるコードは、F、G からいこうか。G っていうのは F の形のまま、一段上に、はい、ドンと乗っかって、はい、これが G です。はい、簡単。はい。じゃあ次、Am というか A というかですね。はい。これも簡単でしたね。3弦の2フレットと4弦の2フレット。こことここの2箇所。はい。これ、イラストと一緒にちょっと示し合わせて。はい。これ、OK ね。はい。じゃあ次、F
なんですよ。これがね、はい、今度ここですよ。6弦の1フレットと5弦の3フレット。こんな感じ、小指でもいいですよ。これがね、ちょっと難しいという方、手首をこう、グッとやってください。まずは。グッとですよ。こうやってやってると、他の弦に当たっちゃってね、指が。音きれいにならないかもしれないけど、なるべく手首を下げた方がいい。まずはこれです。で、この4つで、まず、曲を、できる曲いっぱいやろうぜというのが前回の流れでした。で、ちょっとそこの付随するところで、ね、もう一個指を足すとかっこよくなるよというコードがあったんですけど、今日はね、その辺も踏まえて、ちょっとね、ガズギター必須コードというので、あと、これコードをもうちょっと覚えていこうというふうに思います。今から覚えていく前にちょっと告知。はい。8月18日、仙台でガズレレあります。2年ぶりにやるガズレレのイベントなんですけど、もうね、もうあとちょっとなんですね。もう2週間切ってるんで、あと10日ちょっとなんです。もうガズさんめっちゃテンション上がってますね。こういうライブとか、イベントに来てもらうと、ガズさんにいろんな質問直接、できたりとか、なかなか面白い体験になるので、ぜひ皆さん、ご都合つけて、まず8月18日、仙台が一発目ですからね。お待ちしてます。あとは9月2日、名古屋。こっちもね、なかなか濃厚になると思いますよ。はい。9月の9日と東京と10月21日の大阪は、ソールドアウトです。ありがとうございます。嬉しい。はい。で、11月の2日、ちょっと先ですけど、横浜でも開催です。ぜひ皆さんちょっとご検討してください。はい。まあ、そのお知らせを挟みつつ、じゃあ今日覚えるコードをちょっと紹介していきましょう。今日覚えたいコードはですね、今日ちょっとね、悩んだんですけど、さっき出てきた、前回やった Am っていうコードあるじゃないですか。はい。これね、Am でも、実はね、この前回やったこの押さえ方、覚えてる？さっきやったね、これ、ここ、3弦と4弦の2フレット、ここ、この押さえ方って、実はですね、これかなり便利に使えるコードで、Am と A7。ガズレレではこの、ガズレレ入門コードでは A っていう2つ、これ Am と A7 っていうのが入門コードに入ってたんですけど、なんと、ガズギター必須コードでは、この Am と A7 が、1個に置き換わっちゃうんですよ。これ両方ともこれ再現してくれる響きにとりあえずします。ということで、ガズギターでいうここの押さえる、この2箇所の押さえるコードのことを A 星と勝手に命名しました。私ガズが。ちょっとこれ Am とか A7 というふうにこれから出てくることをちょっと一回忘れてもらって A 星だと。いうふうに覚えておいてください。はい。なんで、ガズレレの楽譜を見てる人で Am とか A7 が出てきたら、ひとまずはこの A 星というコードでギターは弾いていきましょう。そういうふうに、ちょっとまずシンプルにちょっと思考の変更ですね。はい。そういうことで、やっていきます。で、今日ね、なんと、あと2個コードを覚えたいんですけど、これはですね、いいですよ、皆さん。これのあと2個コードを覚えると、前回やったのが4つのコードだったでしょ？で、プラス今日2個覚えて、合計6個になりますよね。この6個でですね、ガズレレ必須コード10個の役割を果たしてしまうということでございます。さあ、やっていきましょう。そういうわけでですね、今日新しく習うコードは、このね、ガズレレのウクレレコードでいう、Dm と D7 が一つで表現できるというコードをちょっと、レクチャーしたいと思います。はい、これ見てください。また指2本ですよ。だってガズギターはまず指2本で弾けるっていうのをまず最初のね、こだわりにしてますからね。はい。じゃあちょっと見ていくと、まず2弦の3フレットと3弦の2フレットです。こういう形ですね。ちょっと見えにくい。1弦は離した、開放弦です。はい。こう、こう、こう、こうです。OK。わかるかな。はい。弾いてみましょう。こういうコードなんですけど、この時に、さっきのまた C の時と同じで、できれば6弦の音が鳴らない方がいいんですね。そうすると今度はもう親指で6弦をちょっとピッとこう触れてあげて音を止めるのがいいと思うんですよ。そうすると、ほら、ここで。はい。もし慣れてきたらこの親指をちょっと引っ掛けてあげて、6弦の音をちょっと止めてあげてください。その方がちょっとより響きが良くなる。で、さっきのシーンの時もそうだけど、ちょっと難しいなと思った方、いいです。止めなくて。まずはこれ全部弾いちゃってください。これで、D 星という風に名付けてます。これはさっきも言いましたけど、ウクレレの時の Dm と D7 っていう、この2つのコードが、この D 星というガズギターならではの、簡略コードだと、2つの音が再現できるようになってますからね。はい。押さえるの2つでしょ。2本指でしょ。はい。これは D 星です。今日もう1個覚えましたね。これ簡単でしょ。嬉しいやつです。はい。はい、じゃあ、もう一個覚えていきましょう。もう一個覚えたいコードも、ウクレレのガズレレ必須コードで使っていた、
E7 というコードと Em7 というコード、これ両方また表現できる素晴らしいコードなんでございます。はい、今日出てくる、ガズギターの、必須コードのメンバー、これです。今日は E 星。はい、これ正式にはですね Em というギターコードの名称があるんですけど、あえてガズギターではちょっとね発想の転換を考えてますんで、 Em7 とE7 を一緒に表現する音というふうにちょっと大きく既成概念をちょっと壊してね、ウクレレの考え方でと取り組んでもらった方が早いかなということで表現しております。本当の名前は Em っていうんですけど、ガズギターでは E 星というふうに表現します。はい、じゃあこれ見ていきましょう。まず、4弦の2フレットと5弦の2フレット、これだけです。この2つ OK、 これ簡単でしょ。弾いていきます。あ、これは気持ちがよくはまります。これは本来は Em ですけど、ガズギターではいい星ですよ、何回も言いますけどね。はい、これでいきましょう。はい、じゃあ今日習った、新たに習った価値観の曲、コードとしては、前回まで Am って言ってたものを A 星にしましたということですね。はい、この A 星は、Am と A7 を表現できる。はい、ウクレレでいうところの Am と A7 を同時に表現できる音、 A 星ですよ。はい、じゃあその次、ウクレレのガズレリースコードというところの Dm と D7 を一緒に表現できるガズギターのコードとして D 星、いい響き。はい、はい、でもう一個は、Em7、 ウクレレガズレリ必須コードでいうところの Em7 と E7、 2つを1つの音で表現するいい星。はい、これでですね6個のコード、今覚えたと思います。はい、じゃあちょっと、もう一回確認。 C ね、次 G ね、次ね F ね、はい、次 A 星、次 G 星、次 E 星。はい、この6個でいい感じでほとんどできちゃいます。はい、これを基本にしておきましょう。これがガズギター必須コードです。ちょっと表にするとこんな感じになりますね。はい、 OK ですかね。はい、じゃあ、いつものように前回みたいにこれでね弾ける曲をちょっとやっていきましょう。前回同様、この、ガズレレの入門の本、これこの本の中からちょっと何曲か選んで弾いてみようかなと思うんですけど、いい曲がねありました。まずね、いいなと思うのがこれ Dm というコードが出てくる曲で、涙そうそう。はい、皆さんこれご存知のね、古いアルバム、これをちょっとやってみようかなと思いますね。ちょっと今ここに楽譜をこう立ててですね、指2本バージョンですからね、ガズギターの指2本バージョンでちょっとこの曲を練習していこうと思います。はい、前回同様ですね、ちょっといずれね右手の方とかこのストロークの方はまた解説していくんですけど、今日はガズギター必須コードの解説ということなんで、まずね、前回同様親指とかで弾いていこうと思います。ゆっくりね。はい、緑の方の34、35ページの涙そうそうを、ガズギター簡単入門ガズギター必須コードで指2本でやってみる。いきます、せーの。今 Dm というコードをガズコードの D 星というコード、このコードで置き換えたということになります。
ました。はい。こういう感じでですね、指2本でですね、ちょっとこう不思議な響きのする、独特な響きがするガズギター必須コードなんですけど、できるんですよ。はい。でですね、前回もちょっとお知らせしたんですけど、できればですね、可能であれば、ここのガズ、ギター必須コードの中で、指3本にしたいコードが、あるんですよ。それは C と G。これはなんとかちょっと頑張っていた、C と G と F だな。この3つはね、頑張って3つ押さえた方がより響きがいいです。ということは C は、さっきのところに2弦の1フレット加えます。こっちのはね、よりね、ちょっと C の音がいいです。で、G もここ押さえといて、1弦の3フレット。はい。ここで、表でいうところの赤いところをね、加えるとね、なおさらいいです。F も、ここ押さえたところ、4弦の3フレット加えた方が、より F のコード感が増します。はい。できればこの赤いところ、ちょっと余裕出てきたら加えてもらうといいと思います。でもそれ以外の、例えば A 欲しい、D 欲しい、E 欲しい、このあたりはですね、指2本でいいと思いますよ。で、ちょっとそれで難しいという方は、指2本バージョンで、全然大丈夫だと思います。ちなみに、指3本バージョンでちょっと弾いてみると、ちょっと早めにやりますね。せーの。なんでこの C と G と F は3本指使えた方がよりもうちょっとコード感出せるんで、ちょっとトライしてみてください。今のはちょっと D 星が出てきたコードなんで、今度 E が出てくる曲ちょっと選んでみましょう。今ねめっちゃいい曲見つかりました。風になるです。辻彩乃さんの、猫の恩返しのねあのテーマソングなんですけど、これはですねなんとすごいことに、ガズレレの楽譜によると D マイナーと D7 も出てくるんですね。であと E マイナー7も出てきます。なんでちょっとこれを、指2本バージョンでやってみようかな。歌からいきますよ。せーの、ワン、ツー。忘れていた目を閉じて取り戻せ今度歌、青空に隠れて今のは指2本バージョンですからね。はい。今回この面白いと思うのがウクレレガズレレのコードで D マイナーと D7 っていうのが2つ出てくるんだけど、今この D 星を使って両方弾いたんだけれども、そんなに違和感感じないと思いません？これがすごくなんかいいんじゃないかなというふうに思いました。今ちょっとスピード速くやったんですけど、これゆっくりね、まずギター慣れてないからみんなあのコードチェンジもちょっと難しいでしょうから、まずねゆっくりでやってみてください。でさっきのバージョンみたいに、あの3本指 C と G と F3 本指にしたバージョンをちょっとだけ触りやってみましょうか。ちょっとだいぶ変わりますからね。せーの、忘れていた目を閉じて取り戻せこの歌、青空に隠れて手を伸ばして、ね、この3本指
になるともうよりね、もうちょっと高度感が増すんですけど、ちょっとやっぱ慣れてなくて、今のスピードでもかなり難しいと思います。まだ慣れてないからね。でやっぱギターってちょっと質問にも来たけど、痛いでしょ、指が。鉄の弦なんですごく指が痛いから、まあ最初はねタコになるんですよ。ウクレレよりもこれ結構しんどいで、ギターってね、ウクレレもそうなんですけど、やっぱりね、いいギター使うと結構この弦高っていうんですけど、この弦とフレットとこの指板の間が高いとですね、やっぱ押さえるときにグッと力がいるでしょ。これが、ね、結構いいギターの方がすごく押さえやすかったりするんですよね。なんで安いギターを買うとすごくこれで押さえるの大変。僕もね、いっぱいいろんなギター弾いてきたことあるんですけど、ウクレレの場合と同じで、やっぱりすごい安いギターだとすっごい弾きにくいとかあるんですよね。なんでなんとかね、なんかいいギターをちょっと、ご紹介したいなと思うんですけど、ひとまずね、ガズレレでは G ラボというね、ウクレレの、楽器メーカーやってますよね。そこでですね、ちょっと試作に今ね、早急に作ってます。それで僕のコンセプトだと、ガズレレでいつも使ってる薄レレっていうののギターバージョンにして、すっごい抑えやすく、なんていうかな、柔らかく抑えやすく、ギター弾けるようなギターを今作ろうかなと、そういう計画は今もうねスタートしてますからね。ちょっとね、今のところはですね、何を買ったらいいかって言われるとすごく苦しいところでございまして、できればですね、ご近所さんとかお友達とか、誰かギター貸してっつって借りてちょっと触ってみるのがいいかなと思います。どっちにしろ、例えばF とかってね、6弦だから手首をこう結構こういう風に、ね、最初慣れないうちはグーッとやるしかない。ウクレレの時もそうだったと思うけど、こう指をねやっぱ寝かせてるとね、こういう音になっちゃうんで、こうなるべく立てたいわけですよね。はい。なんで、その辺がちょっとね、最初ちょっと難問かなと思うんですけど、でもこれウクレレの時もそうだったと思うけど、最初ね、C とか F とか G7 とか抑えられなかったけど、やってると覚えられるっていうのがあるんで、まずは気持ちよく歌っていくっていうのがいいと思いますね。今のこのガズギター必須コード6個でですね、かなりの曲弾けるようになりますからね。はい。なんでちょっとこれやってみてください。一応ガズレレ必須コードっていうのは今こう出てる、これに当たるんですけど、この C っていうのは C7 もちょっとひとまずは C の だけでいいと思います。はい。置き換えちゃってもらって。はい。で、だから Am と A7 は A 星に置き換えるでしょ。おさらいになりますけどね。Dm と D7 は D 星に置き換える。Em7 と E7 は E 星に置き換えるって考えると、あれかなりの曲数、このガズレレの楽譜を使って転用して練習していただけると思うんで、一応ね、これノートに書いたんですよ、さっき。ガズノートにね。ちょっとこれもう一回おさらいとして見てください。はい。ガズギター2ですね。はい。ガズギター必須コードだよ、今日テーマはという前にお知らせしたのが、ほら、チューニングですよ。はい。イエーイ動画勉強ですよ。イエーイ動画勉強。これね、覚えておいてくださいよ。はい。で、これが、ウクレレやってる方にはおなじみのガズレレ必須コードですね。C と C7、A7、Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7、これ10個あるんですけど、はい、これがガズギターになるとなんとか6個になるよということですね。はい。今も言っている C と F と G。これはこの赤いところを押さえられるとよりベターだよということですけど、まずは2本指でいいと思います。はい。2本指でやったらガズギター必須コードって全部指2本だもんね。はい、これ。Am と A7 は A 星に置き換わった。Dm と D7 はガズギターでは D 星に、この2個だけですよ。はい、置き換わった。で、E7 と Em7 はガズギターでは E 星に置き換わって、この2本です。はい、なんで、ここの赤い点を引かなければ、ガズギター必須コードというのは指2本でできる、もう超画期的な、やばいやつなんです。はい。まずこの感覚、この6個のコードを覚えてもらって、いろんな曲、ちょっと慣れるまで、コード感を自分でこう、なんとなくイメージ持ってもらうのが、まずいいかな。あと、忘れちゃいけないのは、いつも言ってることですけど、弾き語りって歌が中心ですからね、歌を歌いながら、まずやってみるのがいいと思います。で、今ね、もしかしてこう左手ももちろん大変だけど、右手がね、どうしたらいいか分かんないという方いるかもしれないけども、今はね、親指とか使って今やってったんですけど、次回、来週の日曜日のガズギター教室3回目は、ちょっとこっちの右の領域にも入っていこうかなというふうに思います、ということです。はい。最初にも案内したんですけど、このね、ガズギター教室っていうのは毎週日曜日にちょっと公開していこうと思うんですけど、再生リストを作ってますからね、ここに、再生リストをつけておきますんで、ここ、わかんなくなっちゃったら1からまた見てとか、2回見てとか、やってみてください。そしてですね、このガズギターっていうのは、そのウクレレ YouTube チャンネル、ガズレレ YouTube から派生したものなんですけど、あともう一個派生してる
る、これがあるんですよ。ガズピアノっていうのをやってるんですよ。知ってましたか皆さん。ガズさん鍵盤楽器、ピアノとかオルガンとかで弾き語りをするガズピアノという YouTube チャンネルもやっててですね、去年の9月から始めたんですけど、今だから2022年の8月、1年経ってないんですけど、チャンネル登録の方2200人を超えていただいて、なんとリットミュージック社様からこの本が出版されることが決定しております。これ予約受付中なんですけど、これね鍵盤楽器めちゃくちゃいいですよ。鍵盤楽器を弾いて歌う弾き語りをする、これぜひ皆さんも体験してもらいたい。僕も鍵盤楽器これをやるまで1ミリも弾けなかったんですけど、できなかったことができるっていうのはもう最高でございましてですね、この鍵盤楽器ガズピアノはね、世界一簡単ピアノ教室ということで、なんとこの私ガズが考え出した鍵盤楽器の弾き方なんですよ。世界に唯一無二の簡単な弾き方です。本当にどんな方でもあっという間に弾けるんでね、ぜひあのね鍵盤楽器もチャレンジしてほしいな。まず動画、あの概要欄にねガズピアノのYouTube チャンネルとかここにも貼っときますけど、本のご案内とかもあるんで、ぜひこれ今 Amazon などで予約受付中ですんで、よろしくお願いします。でまあこのいつものね使ってるガズレレのこのブラスギルの本出たばっかりなんで、この本もね今日やったガズギターで転用もできるし、今見ているこの紫の本とかこのリットミュージックの本なんかも、こういうのもねガズギターで転用してやっていけると思うんでですね、あっちからこっちからですね音楽をねいろんなねスタイル形で楽しんでいただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。ガズレレではですねもう本当にいろんなことやってるんですよ。いろんなまあライブもそうだし、まあ本がいろいろ出るっていうのもそうですし、あとウクレレの販売とかいろんな T シャツとかグッズの販売とかもうね盛りだくさん。本当ここで説明するとキリがないんで、ガズレレ公式ホームページちょっと貼っときますよ。ホームページ見てもらうとね本当に楽しいこといっぱいです。あと毎朝7時半からラジオをやっていたり、ガズクラブというオンラインコミュニティがあったり、ガズレレ大学という、オンラインコミュニティがあったりね、もう山盛りですから、はい、ぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、そして今ねやってるこのガズギターなんですけど、毎週日曜日ということなんですけどね、まあこれも本当ガズならではの簡単な考え方で、より音楽を楽しんでる人が増えたらいいなということでやってますね。引き続きよろしくお願いします。ということで第2回のガズギター講座これにて終了です。ガズギター必須コード覚えておいてくださいね。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。